フィギュアスケート g p シリーズ第4戦 NHK 敗最終日、9日、東京、国立代々木競技場、フリーが行われ、男子は今季 g p 初戦でショートプログラム、SP、首位の鍵山優馬、21、イコールオリエンタルバイオ中京大イコールが194、39点、SP との合計309点で優勝し、大会2連覇となった。 SP3 位の坪井達也21イコールシスメックスが合計25152点で3位。ペアで SP 首位の三浦里来22木原隆一32イコール共に木下グループイコール組はミスが響き2位となったが、2年ぶりの GP ファイナル12月フランスグルノーブル出場を決めた。300点の大台に乗せた鍵山だったが、 表情は浮かなかった。最終12番滑走で登場し、大歓声に包まれながら、ミスもあり、思うような演技とは遠い内容。大会2連覇も悔しさがにじみ出た。300点を狙っていたけど、思っていた出し方じゃない。次はノーミスで300点を出したい、冒頭の4回転フリップで点灯。 国内初戦となった10月の西日本学生選手権でも冒頭の4回転フリップが2回転になるなどミスが続いており、課題が残る出だしだった。それでもその後はミスを引きずることなく次々とジャンプを決めた。父の正和コーチから、自分に負けないように滑って来いと送り出された。失敗してからも他のジャンプで気持ちを立て直せた。 それは心が成長した赤子と鍵山は自身の良かった部分にも目を向けた。前日8日の SP では、2位に三浦、3位に坪井がつけた。日本男子が表彰台を独占すれば、2006年の NHK 杯で高橋大輔、小田信成、小塚高彦が1から3位を占めて以来の快挙だったが、坪井は3位、三浦は6位に終わり、表彰台独占とはならなかった。 GP 初戦を優勝で飾った鍵山の次戦は、第5戦のフィンランド大会、15から17日、ヘルシンキ。12日の夜には離日する予定で、ご飯をしっかり食べてしっかり寝て休む。きっちりした生活をすればリカバリーできる。連戦にも弱音を吐かず、次戦でも表彰台の頂点を見据えた。角かずみ。